なんか、コミュニティノート無双が止まらないみたい。コミュニティノートといえば、ツイッターの神機能として、今現在絶賛大活躍中なんだけどね。今日はそんな、コミュニティノートの数々の無双を紹介するよ。では、次々と紹介していくので見てください。NHK ニュース。マイナンバーカード、本人希望で廃止。4割近くが自主返納。閲覧したユーザーが、他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。割合表記では、母数が何かが重要とされています。本ツイートに含まれる記事のタイトルの4割の母数は、総返納件数247件ですが、明記されておらず、総発行件数と誤認する恐れがあるので、注意が必要です。また、その他の返納は、再発行や外国人の在留期間短縮に伴う返納であり、本人希望などという表現も誤認を生む恐れがあるので、こちらも注意が必要です。阿部隆。私のツイートについたコミュニティノート。なんか客観を装っているけど、あなたの感想ですよね。問題解決の妨害ですよね。風評被害ですよね。というただの匿名ネトウヨコメントが公的な装いで表示されていて、まさに今のツイッターを見つめた感じの素敵な新機能です。閲覧したユーザーが、他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。投稿者の、匿名ネトウヨコメントが、公的な装いで表示、は事実誤認である。コミュニティノートは誰もが参加でき、誤解を招く可能性があるツイートに、正確な情報を追加する機能である。また、コミュニティノートは、属性や多数決によって決まるものではなく、ツイッターユーザー、コミュニティノート参加者が過去の評価も参照し、評価の偏りを防止している。コミュニティノートは、ツイッターユーザーによる情報追加であり、右翼左翼思想を反映するものや、ファクトチェックではない。柏尾明子、神奈川新聞記者。コミュニティノートって、見ている限り、口汚くないクソリプって感じですね。閲覧したユーザーが、他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。コミュニティノートが付与された数多くのツイートを公開しているアカウント、twitter.com、ヘルプハルノテス JP がありますが、こちらで紹介されているノートは、総じて丁寧な言葉遣いで、中立公正的な立場、例えば右派、左派の別を問わず、など、において誤解を解くためのバックグラウンド情報を付与する内容が記述されております。一般的にクソリプと呼ばれる内容が書き込まれたノートは、参加者がこのノートは役に立たないと評価した場合、表示されなくなる場合があります。柏尾明子、神奈川新聞記者。コミュニティノート支持の人々を見ていると、ああやっぱりなと。歴史関連では、学問的裏付けのない閣議決定などをもとにコミュニティノートが記されるんでしょうかね。従軍慰安婦という言葉は不適切です、とか。須田大輔。もともとトランプのデマや扇動がひどいがゆえに、既存メディア中心にファクトチェック情報を流すようにしたのが、コミュニティノート的な参考情報負荷の始まりなのに、なんでモデレーションもろくに機能してない日本のツイッターで、匿名でほぼ自由に書ける形で導入したのか。嫌がらせに使われるに決まってるだろ。閲覧したユーザーが、他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。偽情報です。コミュニティノート機能が、トランプ元大統領のデマ対策として生まれたという話は事実ではありません。投稿には、コミュニティノート機能についての誤解も含まれています。投稿に関する背景情報を付加するものであり、その情報の透明性や公平を期すために、ツイッター社や既存のメディアが編集改変、モデレーションをするのではなく、アルゴリズムをオープンソース化し、使用されるデータとともに GitHub で公開しています。早速、コミュニティノート機能がトランプ元大統領のデマ対策として生まれた、なんて書いてもいないことを書いたことにして、偽情報、と断言するコミュニティノートが貼られてて、全くこの機能がろくに働いてないことが証明されてますね。そもそもツイートに付加情報がなぜ必要になったのか。それが2016年の米大統領選がきっかけであったということは疑いのない事実です。閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。誤情報です。投稿で
2016年の米大統領選がきっかけであったということは疑いのない事実と断定していますが、根拠として投稿主が付加した BBC の2つの記事は2020年の大統領選挙に関する報道であって2016年の選挙ではありません。オリジナル英語版の記事、事実でなく個人の考えである点に注意が必要です。また利用者同士の協力で提供されるコミュニティノート機能は以下に説明されています。運営者や既存メディアによる思想信条や単純な多数決に偏らないよう透明性を確保するためデータは GitHub に公開されており、精度の改善に努めています。望月磯子、岸田官邸はこれを是認、最低である。ウクライナクラスター弾の使用開始効果的と米高官。米国家安全保障会議 NSC のカービー戦略広報調整官は20日、ウクライナ軍がロシアに対する反転攻勢で米国に供与されたクラスター弾の使用を始めたと明らかにした。閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。現時点で日本政府からウクライナ軍のクラスター弾の使用について容認や指示したとの発表はありません。リンク先の東京新聞の記事にも官邸への取材や見解は明記されていません。官房長官からはコメントを差し控える7月10日会見という見解ですので、現時点の情報から最低という個人の感想は不可解で誤解を招くため不適切と言えます。またこれら政府の記者会見に参加して優先的に情報提供を受けられる既得利権を有した記者には日本国民に対して発信する情報が事実や取材に基づく必要があります。福島みずほ参議院議員、社民党党首、汚染水の海洋放出を止めよう。閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。汚染水ではなくアルプス処理水です。原子力建屋内で燃料デブリに触れて放射性物質を含んだのが汚染水で、そこからアルプス、多核種除去設備などを用いてトリチウム以外の放射性物質を規制基準以下まで取り除いたものがアルプス処理水になります。山添拓、保険証廃止、マイナンバーカードへの一本化について賛成という方に聞くと便利になる、なりすまし防止という意見が。しかしなりすまし受診は厚労省も詳しく掴んでいないという。マイナカードプラス保険証の一体化は G7 で日本だけ、しかもトラブル続出、果たして便利と言えるのか。閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。1、厚生労働科学研究成果データベースの2003年公開の研究に次の記述があります。保険情報の誤りや不正使用は全国で年間600万件、その処理に1000億円超の経費が使われている。2、1998年仏では紙の保険証をビターレカードに変更、カードに社会保障番号を記載し機能を一体化しています。なおマイナンバーは社会保障税番号から変更されたものです。よって社会保障番号プラス保険証という機能面では仏日で存在すると言えますが、日本はオンラインで資格情報を取り寄せる仕組みで、カードそのものには保険証機能はありません。ボビー・ブラウン、コミュニティノート、分析者は匿名、評価者も匿名の時点で公平性を担保する気なんてないし、政治工作をサイト運営自身が公然と認めてるに等しいんだよな。ウィキペディアの方が編集合戦が可視化されてる分はるかにマシ。閲覧したユーザーが、他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。コミュニティノートは公開時に、公開日時の脇の丸囲いのアイマークをタップすることで、作成者 ID が確認できます。この ID は、Wikipedia と同じく匿名であり、公平性を担保に関しては、Wikipedia との差異はないと言えます。また、コミュニティノートは、参加者の評価、多数決ではないによって結果が決まること、編集が不可の仕様であり、修正時はノートを削除してゼロから作成し直す必要があること、評価もリセットされる、運営側が政治性での参加条件の制約を設けていないことを踏まえると、ツイートで言われている政治工作に関しては事実上不可能と考えるのが妥当と言えます。
1945年への道。紫色画像、気が向いた方はご自由にお使いくださいませ。あらかじめこの画像をぶら下げとけば、ノートもつけづらいでしょう。くっこ笑い。閲覧したユーザーが、他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。コミュニティノートが付けられたとしても、コミュニティノートが付けられたツイートの作者は、再審査を請求することができます。その他、コミュニティノートが必要ない理由を示すコミュニティノートを掲示することも可能なため、この画像は誤解を招く恐れがあります。ことごとく訂正され論破される NHK 含むオパヨの皆さん。この痛快劇を見てると、やっぱりコミュニティノートって素晴らしい機能だと痛感しちゃうよね。それに今後コミュニティノートによって悪質なデマが減っていくと思うと、コミュニティノートには感謝しかないよ。ちなみにそんなコミュニティノートに蓮舫議員。蓮舫。コミュニティノート、これは実名にすべきでしょう。閲覧したユーザーが、他のユーザーにとって役立つと思う背景情報を追加しました。匿名化するメリットとして、プライバシーの保護だけでなく、下記2点の実現を、コミュニティノートはガイドラインに示しています。偏見の緩和。ノートの作者ではなく、その内容に焦点が合わせられ、特定の作者に対して協力者が抱く恐れのある偏見を抑制できる。文局化の緩和。コードネームによって、人々が安心して党派の垣根を越えたり、同調圧力や報復を恐れずに自身の陣営を批判したりできることで文局化が緩和される。蓮舫議員、よほど都合が悪いみたいだね。ていうか蓮舫議員も案の定撃沈。ちなみにネットの声を少しだけ紹介すると、この機能本当に有能だな。新聞にも同じような機能があればいいのにね。こりゃひどい。NHK にもコミュニティノートがつくなんて、いよいよデタラメかけなくなってきましたね。いいこといいこと。来た。コミュニティノートにネトウヨ発言。もう津田大介とコミュニティノートの大喜利じゃん。クククク。完全に現代の情報社会に適合できてないな。最近コミュニティノートにボコされてるの見るの楽しすぎる。ボコボコにされた後、ツイッターではかなわないから、メタのスレッズに移動して傷の舐め合いすると予想。コミュニティノートっていいじゃん。自分が間違えていたり、根拠のないツイートリプライをしていたら、指摘して、サポートしてくれるんだから、これほどいいものはない。まともな言論での戦いができる人間なら、コミュニティノートなんて逆に便利機能にしか思えないはずだが、何か不都合でも、コミュニティノートに喧嘩売って自爆する人たちが多いな。かなりっこないのに。パマルクの断末まで飯がうまい。クククク。などの声が上がっているようだね。これからもコミュニティノートに論破され、逆ギレ発狂する人が多く出没しそうだけれど。とにかくツイッターの神機能、コミュニティノート。今後も目が離せないね。